というわけでオートサロン最終日もう間もなく終了なんですけども、あと15分ぐらいかな、はい、もう間もなく終了で、まあ片付けの時間になってくるんですけれども、今回本当にオートサロン2022年たくさんのご来場、そしてボンドブースへのお立ち寄り本当にありがとうございました。そして今回からちょっと動画本格的に絡んだ形でオートサロンをお届けしたわけなんですけども、ライブ配信がちょっと、まあ通信環境の関係で途切れ途切れになってしまったりだとか、まあ十分な状態でお届けできなかった部分もあるんですけれども、まあいろいろこれからもボンドで作ったかっこいい車をお届けしていきたいと思いますので、ぜひボンドチャンネルもよろしくお願いします。というわけでこれから片付け頑張りたいと思います。でちょっと普段見れない搬出の様子なんかもお届けしますので、ぜひ見てみてください。ウッチーどうだった、今回どうだった、うん、まあいつもよりかは来場者の方が少なかった感じですけど、ね、内山店長も来ていただけるお客様の対応でボンド終わっちゃった感じです。あとは富山店長も今回参戦でしたけど、そうですね、僕はあの金曜日と日曜日だけですけど、金曜日とのと日曜日の人数の差にびっくりしたっていうか結構なんか思ってた以上にたくさん来ていただいたというか、そうですね、はい、今日来てみたらめちゃくちゃいっぱい来てて、まあ好評もいただいたんでよかったんじゃないですかね。じゃあこのままの勢いで2022年突っ走りましょう。走りましょう。じゃあホタルの光も流れて、いよいよみんなバタバタ片付け始めた感じです。そして今回動画では個別でちょっとご紹介間に合ってないこのアドベンチャーも、一応イベント終了後別に撮影させていただきますので、ぜひそれも見てみてください。作業動画だと途中までしかお伝えしなかったこの辺だったりだとか、まあ、あとは普通のワイドスターキットと違うこの辺なんかも内山店長に解説してもらってちょっと紹介したいと思います。そしてこちらのゴーストは、まあ、日本1号車ということで、もう本当にたくさんの方に写真を撮っていただいたりだとか、内容を問い合わせいただいたりだとか、非常に目立った1台だったんじゃないかなと思います。本当に皆様ありがとうございます。そしてこちらの223もマンソリーコンプリート日本1号車ということで、同じように目立っていた1台だったんじゃないかなと思います。そしてこれはなんとタイヤホイールをこの後交換してお客様のもとへ納車になるみたいです。まあ、S クラスは本当に歴代非常に人気の車種ですので、これからも注目の1台になるんじゃないかなと思います。そしてこちらのスーパーカー、あ、宇宙、うん、そしてこちらのスーパーカーたちも積載で改装される予定でございます。そしてこちらのタイカンもオートサロン直前完成なんで、ご紹介させていただいてないんで、完全体になった時に細かくご紹介させていただきたいと思います。唯一この車だけボンドブースで搬出の時に音がしないという、いやかっこいいな。ホイールかなり新しい新作なんかもたくさん展示させていただきました。 ADV1 のもうスポークが浮いちゃってるやつとか、はい、AL13 のカーボンリム、その他アメタン新作なんかもこんな感じで展示させていただきました。この辺は多分2022年各支店でいろんな車に機会があれば装着させていただくこともあると思います。ぜひチェックしてみてください。そして反対側にはマンソリーをはじめとする各海外チューナーものですね、ヨーロッパチューナーのホイールなんかを展示させていただきました。ブラバスも今年アドベンチャーで盛り上がっていくと思いますので、ぜひその辺もチェックしてみてください。そういった形でこうちょっと感染状況をこういう中ね、オートサロンをこう心配ながらやりましたけども、まあ、成功に終われたんじゃないかなと思います。お借りしている車しっかりお客様にお届けしてで終わりと、帰って家に着いてでお疲れ様でした、オートサロンで
十分注意して搬出サイクルを行ってください。それではお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではいよいよ退出シーン、音をお届けしたいと思います。これうちのブースだけじゃなくって、もういろんなブースで一斉にエンジンがかかり始めるんで、結構すごい光景が見られると思います。外の様子も、改造車とトラックの大渋滞。あ、ヤリスか。めっちゃいい音してるな。この場所に関しては、あの公道走れないやつも通るんで、なかなかすごい光景が見れるんじゃないかなと思って、このラフなアイドリング、すげえいい音してるね。ボンドの車たちはもう積載に積まれて、これから改装されます。これなんだ、86が新しい。いや、もう開催前は本当にどうなることかと思ったんですけど、まあまあできる限りの感染対策して、あ、新型タイプ R の音、バイクに書き消されて何も聞こえません。SF90 も落としてないのか。うわー、すげー匂いが、あのドラッグマシェン。いやー、すごい光景。お疲れ様です。お疲れ様です。というわけで、こんな感じで搬出の様子をお届けしました。本当に、まあ最初どうなるかと思ったオースサロン2022なんですけども、こうして無事終えることができました。本当に多くの皆様、そしてボンドのお客様の方々、本当にありがとうございました。というわけで、次回いつもの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。